はい、こんにちは、文具王です。今日紹介するのはこちらっていうかこちら、たちっていうかね、すごいいっぱいありますけれども、えー、昨日の、えー、週刊文具の扉でも紹介しましたけれども、アオトプラスさんっていう会社がありまして、そこの付箋を今日はね、えー、いっぱい、なんかね、あの、サンプルをいっぱい送っていただいたので、えー、アオトプラスさんのアイディア付箋10連発っていうことで今日はやりたいなと思います。はい、アオトプラスさんなんですけれども、えー、まあですね、 あのー、まあ、不戦のところではですね、まあ、あんまり普段目にするところの不箋っていう意味では割と最近なんですけれども、まあ、以前から不箋の、まあ、OEM っていうかね、不箋を作る、まあ、メーカーとして、 いろんなメーカーの、えー、形で出ているんだけれども、それの製造工場としての、えー、アウトプラスさん、それから、あとはですね、ノベルティとかでですね、えー、いろんな企業で配られている、まあね、商品の名前が入っていたり、そういうね、ものをよくね、付箋って、 ノベルティになりますよねで。そういうので使われているものを作っているまあメーカーさんなんですけれども、それがですね、えー、一般市場向けの、まあ、コンシューマー向け商品ということで、カミディアっていうね、ブランドを立ち上げてやられておりますということで、カミディア、まあ紙のアイディアってことなんでしょうね。まあこんな感じの名前のブランドをやっていますということで、いろんな えー、特にね、付箋が強いんで、付箋が多いんですけれども、アイデア付箋をいろいろとやられてますということで。で、まあ、今年の新製品に関しては、昨日のね、動画でも説明したんですけれども、現物があるのでね、今日は一個ずつ順番に行きたいなというふうに思います。で 今回ね、送っていただいたサンプルには、ええ、まあ、今年のだけじゃなくて、ええ、それ以前から出ているものも含まれているので、それもね、ついでに紹介していきたいなと思うのと、あとですね、まあ、サンプルがすごくいっぱいいただいたので、ええ、まあ、正直私一人で使い切れないぐらいありますので、 えー、今回はまたプレゼント、えー、希望の方にはしていきたいなと思いますので、えー、最後までよろしくお願いしますということで、えー、いきたいなと思いますでまずですねえっ、ー、と今年のまあ新作がこうやってわーってあるんですけれども、えー、順番にいきましょうかという感じですえーどっからいこうかなこれねえー、とまずは、えー、よいしょはい1個目ね 10連発って10個よりちょっとあるかな。えーとですね。まず1個目。はい。えーと、吉日和っていうですね。これは、あの、すごく普通に実用性の高い、えー、まあ、アイテムですけれども、付箋なんですけれども、一筆箋になってますよということで、まあ、こんな感じですね。ええ、基よ日和300円ということでですね。まあ、こんな感じなんですけど、ぺろっと剥がすとですね、まあ、ここに糊が付いてますので、まあ、なんかね、あの、ちょっと、 まあ誰かに、ええー、ね、物を送ったりするときとかに、まあ僕らだとよくあるのはね、えー、商品サンプルであったりとかですね、えー、何かしらの説明が必要なものとか送ることはよくあるんですね。その時に一言よろしくお願いしますみたいなことで書いて貼っておくみたいなことが、えー、結構簡単にできるので、これなんかいいかなと思います。ちょっと今、ちょうど すいません段取りが悪くてあれですけども例えばこういうねえまあなんか誰かに差し入れみたいな時にもこうやって貼っとくとまあいいかなと思いますしまああの本当にあのどちらかというとかしこまったタイプのものでなくてえ荷物を送る時のねえ単にまあ送り状だけっていうのもなんだからっていうのとあとね動いてねどっか行っちゃうんだよね。 あの、付箋でくっついてるっていうのはすごい良くて、まあ、一筆線せっかく入れてあるのに、梱包と一緒になってしまって、読まれずに梱包開くときにどっか行っちゃうっていうのが、本当に実はあるんですね。 なので、まあそういう意味ではですね、動かないで止めておけるので、これいいかなというふうに思います。これ、まあちっちゃくてね、えー、普通に、あの、引き出しとかに入るので、えー、荷物送ったりするときにパパッと出して、ちゃちゃっと一言書いて送るのにはですね、で、またこれ大きすぎないのがいいですね。大きすぎるとね、えー、ここに何の挨拶書こうかってなってしまうんですけれども、まあこれ本当にね、あんまり大きくないので、 えー、いついつの何とかの件です。よろしくお願いします。って書くぐらいしか書けないっていうのがまたね、これがちょうどいいところだったりします。ということで、まあね、こういうの、吉日和っていう付箋です。まあ、こういうね、あのー、すごいちょっとしたアイデアなんだけれどもっていうものがすごく多いわけですけれども、はい。そして、ね。 え、メッセージとしてはですね、こういうのもあります。二つ目。はい。二つ目はですね、冷蔵庫ペッタってやつなんですけれども、冷蔵庫ペッタはですね、冷蔵庫内専用付箋って書いてあるんですけど、なんで冷蔵庫内専用付箋かというとですね、まあ、ここに絵が書いてあるんですけれども、まあ、要するに、えっ、ー、と、冷蔵庫の中にね、物を入れてあるんだけれども、私のプリン勝手に食べたなっていう、 やつですよ。とかね。あと、会社なんかだとよくあるんですけども、誰が保管してある、えー、プリンだかよくわからないっていうのがあってですね。まあ、共有のね。 え、冷蔵庫とかっていうのが会社なんかにはよくあるわけですけど、えー、まあね、高畑のですって書いとかないと、やっぱね、あのー、ほっとくと、まあ入れた本人も忘れてたりとかしてですね、あの、もう賞味期限過ぎてるけど、これ誰のみたいなふうになってですね、時々処分しなきゃいけないというのが起こったりするので、必ず冷蔵庫に入れるときには自分の名前を書いてくださいねっていうのはね、会社なんかではよくあるルールなわけですが、 まあなんで、まあそういうのに貼っておくことができるよということでですね。まあこんな感じでですね。よいしょ。はい。えー、貼っておくことができるっていうところなんですけれども、今日ね、これのね、まあこうやって使えるよっていうのを見せようと思って、えー、冷蔵庫の中に行って探してですね。まあもちろん僕が買ってないスプリンが勝手に入ってるわけはなくてですね <laughs>。ああ、そうだ、そういう可愛いものがねえやーと思って出てきたのが、えー、柿の竹のザクノスケっていうですね、このご飯にかけるやつ <laughs>。 誰も取りゃしねえよっていうね、やつですけれども、こういうのにね、こうやってほら、こうやって貼っておくということでですね、まあ私のですよとかね、えあとはまあおやつなんかに、あとでおやつ食べてね、みたいなことをですね、お母さんから書いておくというね、ここにあの例がありますけれども、おやつに食べてねママって書いてありますけれども、まあこんな風になります。 ね。えー、ということなんで、まあ、あのー、そういうね、冷蔵庫内の、えー、まあ、トラブルを防ぐというところでもあるわけですけども、二つに、まあ、こう折れるようになっていて、まあそうそうそう。だから、この下の部分に糊が付いてるんですけど、こっちは背中は付いてないのね。で、ここに折り目が、 ね。見し目入ってるんで、ここのところで、見し目じゃないな。ここは、あの、自分の手で折るやつですけれども、折り線が入っているので、ここのところで折ってこうやってあげると、こうやって立ってくれるよ、ということで、冷蔵庫に入れておきますと、ということです。で、冷蔵庫ペッタね、これがね、あの、ま、あ冷蔵庫っぽい、こういうね、ちょっと寒いところの生き物が描かれてるわけですね。えロ、ー、白マえー、まあ、あね、正しくは北極熊、そして、まあ、アザラシと、あれかな、ペンギンですかね、みたいなのがいるわけですけれども、これ実は、えっ、ー、と、 今年の柄がこれなんね。で、これ実は、えっと、去年の ISOT とかでも見てたんだよね、っていうね。見てた気がするなと思ったら、去年出てたのは冷蔵庫ペッタこれですね。えっ、ー、と、卵とかかぼちゃとか、まあ、こういうね、あの、赤かぼちゃの、ピーマンかな。えー、こういうですね、あのー、まあ、食品の形だったんですけれども、まあ、これはこれで可愛かったんだけど、こっちの方が可愛いよね、っていうのは確かにね、あるね。なんですけども、あ、で、あとね、このね、視力がでかいのは、多分いっぱいかけるんだよね。 これもなんかね、あのーこ、前は4つ入ってたんだけど、4つよりも3つにしてでも、このね、各面積が広いのを、まあ、増やしましたよっていうのは、なんとなくわかる気がしますと。ということで。で、ペッタのシリーズは、ちょっと他にもあるんですけど、それはね、またちょっと後で紹介しますということで、冷蔵庫ペッタね。冷蔵庫に入れておくようえ付箋です。はい。 そして、えー、あとですね、まあ、ちょっと付箋じゃないの、1個挟むかな。はい、ということで、これがね、小さなポチ袋っていうやつなんですけれども、これはですね、えー、小さなポチ袋。えー、っと、これがですね、えー、っと、こんな感じになっていて、まああの、2種類ずつ入っているんですけれども、本当にね、名前の通り、ちっちゃい、こんな感じのね、袋なんですね。ポチ袋っていうか、あのね、これね、僕らの世代だとね、あの、なんとなくイメージとしてはですね、あの、 電車とかのあの JR とかのですね、あの回数券っていうのがあって、あの一遍に券をね、いっぱい買うと安いんですけれども、そのね、あの紙の切符だった頃ですよ。紙の切符を10枚とか一遍に買っといて、で、それをね、あの1枚ずつ使うっていうのがあったんですね。ちょっと割安なんですけども、それのあの回数券の保管袋っていうのをくれるんですよ、回数券を買うと。で、その時の袋にすごい似てんなっていう気が。 すごいするというか、このちっちゃいサイズがね、こんな、こんな大きさなんですけれども。で、これ一応何が言いたいかというと、500円玉がちょうど入るよというふうになってますということで、まあ、コインが入りますって言って、こうやって書いてあるわけですけれども。なので、まあ、こんぐらい、むしょ、まあ、コイン、あるいは SD カード。 あるいは、まあ何でしょうね。えっ、ー、と、使い道としては、でもまあここに書いてあるのはね、えっ、ー、と、コインがちょうど入る袋だから、まあ,あのお小遣いをあげるときにぴったり、ちょっとした気持ちを丁寧に包んでお渡しできますということで、ね、まあちょっとね、あのー、まあ本当に、あのー、ね、お年玉というのも、まあ今ね、500円っていうのが、まあちょうどいいところっていうのがお年、なんかお小遣いなのかなという感じではあるんですけれども、 まあこういうのでね、ちょっとまあ何かのお礼の時に、えー、ね、お金を渡さなきゃいけない時とかっていうのは、まあこういうこのぐらいは簡単でいいかなとは思うんですけれども、僕的にはね、えー、っと、何にしようかなと思ったんですけど、実はね、これにぴったりなものが、まあ僕は特殊なんですけど、これね、なぜか僕はね、このサイズの紙をね、死ぬほど持ってるんですよね。<laughs> いっぱいあるんですよ。これね、 えっと何かというと包み紙とかいろんなもので綺麗なものがあったら取っとくってありませんで僕はあるんですけれども大きいので取っとくのがもう置いとく場所もないしなんですけどこういう綺麗な紙ってなかなか捨てがたいので実はこのね、えー、3かける4 c m っていうですねあのこのちっちゃいサイズに切っておいてあるんですよ。 実は、あの、照明写真とかの、あの、型を抜く用の、まあ、パンチが持ってるんですね。で、それで抜いてあるんですけれども、こんな風にしてですね、僕ね、このサイズのね、可愛い紙山ほど持ってんだよね。なので、まあ、こういうのを、まあ、なんですかね、使い場所としてですね、ここにちょっと何かを書いてですね、ちっちゃいメッセージを書いて一緒に入れられるっていうのはちょっといいなと思っていて、 なんかそんななんかね、ここに入るぐらいのちっちゃいミニチュアを作るっていうのはなんかいいなぁと思うんですよね。なので、まあそういう遊びもありかなと。僕は本当にあの、それこそ、えー、この番組やなんかのね、えー、視聴者の方にですね、物を送ったりするときにちょこちょこいろいろね、えー、シール貼ったり物入れたりするの好きなんですけれども、そんなところのね、一つとして、まあ、使ってもいいのかなぁなんて思ったりしますということで、まあ、これはね、あのー、今後まあね、 えー、よくあのガチャガチャとかの当選者とかにいろいろ送ってるわけですよね。という時に使えるんじゃないのかなと思って、えー、使ってみようと思いますという感じですね。はい、ということで、まあ、この柄もいろいろあって2種類ずつ選べるようになってるのでもうなかか可いいかなと思います。はい そして、えー、続きまして、えー、ここで3つやったでしょ ?4 つ目。はい。4つ目はね、えー、これです、えー。測れる付箋っていうやつですね。三角定規で。で、定規でっていうのと三角定規でっていうのと分度規でっていうのがあるんですけれども、これなんですけれども、まあ、測れる、もう本当にまんまです。えっ、ー、と、これは定規を印刷してあるので、ね。 なんでまあ貼ったらそのまま長さが測れるっていうまあ実用性というかねえー、何かしらの長さを測るのにも使えますよっていうまあ感じなんですけれども貼ったところで長さが測れるっていうのは確かにそうなんだけどむしろそれよりはこの数字の部分をうまいこと使って箇条書きにするとかそういう使い方の方が現実的かななんて思ったりはしますねうん ま、本当にね、あの、原寸で印刷してるから測れるのは当然なんですけれども、なんかむしろ、え、こういうのを箇条書きとかのね、あのー、だったりとか、これに丸をつけてなんかするみたいなの,の方が、なんか意味合い的にはいいかなと思います。だって分度器でね、測れるって言われてもですね、 まあ日常、この角度を正確に測りたいってことはまあ,あんまりないので、むしろなんかここに角度を書いておくというか、これね、数字がだから180まであるわけですよ。これなんか色々いろいろ使えそうな気がするんだよね。なんか数字としてね。 あのー、な、何かの数字を書くときとかに、ちょうどこの範囲にはまるようなものだったら、それでもいいかなと思うし、ということでですね。まあ、そんな使い方の方が、なんかなんかいろいろできるんじゃないのかなと思うんですけど、なんかね、こういう定規とかが書いてあるものっていうのは、あの、文具系作りがちなんですね。<laughs> 作りたくなっちゃうんですよね。 で、まあ使う方も、案外これはなんか、なんか使えるかもと思って買っちゃうんですよね、っていうところはあったりしますが、まあそんなところなんですけれども、で、それの、まあ、発展系というかですね、として、これなんか、まあ別のね、えっ、ー、と、まぁ、あ、5つ目と数えるなら、これ 5, 5つ目なんですけども、こっちにグラフ付箋っていうのもあります。同じく書き込めるタイプなんですけど、グラフ付箋になってるんですけども、えー、こんな感じですね。えー、グラフ付箋350円ということなんですけども、これね、 あのー、まあ、もう見ての通りなんで、えー、これもね、なんかここのベースのところを利用してグラフだったりとか、まあ、ちょっとしたね、えー、表にしたりとかっていうのにすごい使いやすいかなと思うので、まあ、ここら辺はいいんですが、特に僕ね、ちょっとね、案外、これなかったんじゃないのかちょっと、ちょっと感心しているのは、こっちのグラフ付線は、まあ、思いつくんですけれども、こっちのグラフ付線ですね、円グラフタイプなんだけど、 確かにこういう風に分割されてる付箋っていうのはあったなぁと思うんですけどもよく考えたら時計が多いんですよこれ。ね。時計の場合は、えー、実は分割がまあ、360度を12で割ってあるんですよね。なんで1時2時3時4時ってこう分かれてるわけですよ。なんで12で割ってあるんですけれどもこの付箋は10で割ってあるんですね。36度ごとに分かれています。だどうなるかっていうと えっと、だから、このね、10%で線が引けるんですよ。円グラフってだいたい比率を表すことが多いと思うんですけれども、このパーーセンテージで行ったときに10%刻みっていうのが、実は、えー、普通の付線、あるいは付線じゃなくてもですね、あのー、円を描いたときに10分の1の角度、36度で刻むのって、これ実はすげえ難しいというか、えー、ほぼ無理でしょ。 あの、正確にはね。あの、それこそこのね、あの、分度器付箋を使わないといけないみたいな感じなんですけれども、えー、大体、えっ、ー、と、だから、90度とか45度っていうのはいけるわけですよ。で、これで15分みたいな感じとか、30分っていうのは、割と簡単にできるじゃないですか。それは、あの、縦横90度っていうのは簡単に測れるんですけども、36度で分割するっていうのはできないので、 そうかっていう、パーセンテージでグラフを書こうと思ったら、この分割なんだなぁと思って、ちょっとこれは、なんかいろいろ面白いなと思いました。なので、なんかね、パーセンテージで割合を書いて見せるっていうのができる付箋っていうのは案外、え他になかったので、普段何か、えまあ、手帳やなんかにね、ちょっとこうペッて貼ることができますんで、そういうのでね、何かこうグラフを書いたりとかするのがあるんだったら、これはね、 案外ありなのかなとこれめっちゃシンプルで何も書いてないんですよ。10とか20とかも書いてないし、ただただ薄い線と端っこに濃い線があるだけなんですけど、このね、シンプルさが、どちらかというともう本当に、あのー、このまん丸のやつがなかなかこうアイデアとしては僕は好きだなというふうに思いました。ということでですね、これで5種類、ね、出ました。今年出た、えー、新製品の5種類なんですけれども、他のやついきたいなと思います。えー、青戸印刷さん、えっ、ー、と、6つ目。 6つ目は、えー、とこちらですね、ポチ袋やったので、もう1個ポチ袋いきたいと思うんですけど、これですね、付箋付きポチ袋っていうのがあります。えー、付箋付きのポチ袋っていうのは、ちょっとこれをね、片付けながらいきましょうか。まあ、せっかくなのでいっぱいあるよって感じでね、並べながらいきたいと思いますが、はい。えっ、ー、とー、これ、付箋付きのポチ袋なんですけれども、これはね、なんかね、シンプル。あの考え方としては、割とですね、まん、あ、まあこんな感じです。えー、とー付箋と これね付箋とポチ袋が一緒になって、えー、パッケージにされてるんですけどもポチ袋はね普通のポチ袋なんですよ。でこっちに付箋が、まあ、ポチ袋よりも数は多いんですけど付箋が付いてますよということで,で柄がおにぎりになっていて1個おにぎりの形の大きな付箋が付いているのでここになんかメッセージを書いて貼っておくっていうことなんですね。 なんかこれ使い方としてというかシーンをどうやってこう作るかっていうのがちょっと気になりますね。まあ一言書きたいけどポチ袋に直接書くのちょっとやだなみたいなことはこういうふうにね貼っておけばいいのかなっていう感じだし、えー、当然まあこれに貼らずに付箋は付箋という使い方もできますよというふうにはなってるんですけどね。こんな感じです。 なのでまあ、これ別に封をしたりとかすることができるようなノリではないのでこっちはこっちでポチ袋として何か中にねお金とかを入れてそうですねこのメッセージ長く残されるのも嫌だなみたいな感じのものはまあ剥がしてもらいたいというのは何かわからなくもないということで気持ちをオンするんだけれどもそれは剥がしてちゃ,ちゃんと外せるよとねこっちだけ持っといてねって感じになるのがちょっと面白いかなと思います。 ということで、まあ、モチーフがこんなふうにね、富士山とか米とかいろんなのがありますよということで、付箋付きね、ね、えー、ポチ袋ね、ね、えー、なんか4、ね、えっ、ー、と、まあ、なんか、1 0円ですね、プラス税ということになってますということですね、こんな感じです。で、えー、そして、えー、次はですね、で、えー、個、7個目ですね。 えとこれがリボンペッタってやつですね。リボン型の付箋です。でまあ、どういう風にリボン型かというと、ですねこれ開けると、こんな感じになっていました。こっちだこんな風になっていて、後ろ、中から出てくるのはこんなやつが出てきます。まあ、これがこうやって入ってるんですね。で、出てきたやつがこれなんですけれども、ここにまあメッセージを書いて、畳むわけですけれども、畳むとこうなりますよということですね。こんな感じです。 よいしょ。で、リボンペッタ。この中にこうメッセージを書いてですね、まあ、こんな形をしてるわけですけれども、左右を真ん中でちょっと絡み合わせて止めますよと。で、真ん中こうやって押してあげて、えー、で、これがね、りがついてる場所が、こ、ここなんですよ。わかるかな。よいしょ。 のりがついている場所がこの袴から下の部分ね、この下の部分が全部のりなんですけれども、なので、上は全部のりがついてないんですね。なので、こうやって、こうやってって言って、こうやった時に、この下の裏についてます。なので、これをこうやって持ち上げると、ここがペタペタするのね。で、その糊りを使って、ここを止めますよと。で、この、 2箇所の部分は裏に糊がついているので、この状態で、えー、どっかに貼ることができますよということですね。こうやってあげると、こうやってぺって貼れますよということで、まあ、こんな感じでぺたーんとつけてあげることができますということになっているので、まあ、これがですね、リボンペッタですね。リボン型になりますよということですね。まあ、書いた内容がすぐには読めなくてっていうやつですね。 あのー、まあ、ペーパリーさんにもちょっと似たような形のものがあるんであれですけれども、閉じ方がちょっと違うのかなっていう形になっています。まあ、こんな感じで、まあ、リボンの形なんだけども、中身が一瞬読めないようになっているので、開いてみたら中が読めるというタイプです。まあ、これね、メッセージを隠す隠し方っていうのは結構いろいろあってですね、ま、あこういうね、折りたたむっていうのもあるわけですけれども、他にもちょっとあります。 えー、それがですね、まあ、このメッセージを隠しつつもちょっと見せるっていうのがあってですね、それがちょっと面白いのがこちらです。えー、やつめ、えー、の、のれん付箋ってやつですね。はい。えー、これなんですけれども、こののれん付箋、どうなっているかというとですね、これね、パッケージの仕方もちょっと面白いんですけど、こんな風になっています。こうやってね、えー、売られているんで、こうやって開けるとこうなんですけども、実は、これ、ここがですね、 1>, ここ1枚目を折り返して、こうやってパッケージにはめてあります。なんで、上のところは実は裏面が出てるんですけれども、で、糊はこの下の部分についてるんですね。なんで、ここで折り返しているんですけど、こっちの面には糊が付いてなくて、で、この裏面に U っていうのが印刷されてるんですね。でこうなってますよ、というところです。ほら、なんか書いてあるのがちょっと見えるんですけども、のれんをこうやって持ち上げると、のれん不正って書いてあるのがわかるっていうことですね。 なので、ちょっと書いてあんのは見えるけど、チラッとは見えるけど、中を開けてみようっていう感じになってます。で、これは、えっ、ー、と、ここで剥がすとこんな形ですね。こんな形です。になっていて、裏面のここに糊が付いているので、これで貼れるわけですけども、こうやって貼って、こうやってペロっていけるわけですね。どこでも貼れるんですけれども、書くときはこの状態ですね。この状態でメッセージを書いて、上の、この、 のれんを折り返して折る。ミミッと。で折ると。折ってこれを剥がしてこうくっつけるという風な形ですね。こうやってつけてあげると。っていうやつですね。まあ、のれんがね、ちょっとめくれてる感っていうのがまあね、あってですね、メッセージ全部隠してしまって、書いてあること自体が隠れてしまってですね、えー、あれそういうものだったのっていうの、ただの飾りかと思ったって言われるとちょっと困るので、まあそういう意味ではですね、 こっちある意味ね、あの、可愛いから気づかないでそういう飾りかと思ってしまうっていうのもあるんですけど、開くと中にメッセージなんですけども、これはね、まあ、あの間違いなく中に何か書いてあるのがちらっと見えるので、まあね、そういうところはですね、のれんふせ面白いのかなこれ結構ね、あのー、あんまり他に見ないタイプかなっていうことで、まあこれちょっと面白いなと思います。のれんふせですね。八つ目。はい。で、えー、はい。 でここですすねねここは淡くまあこれは本当にね、えー、もうデザイン勝負な感じなんですけれどもちょっと透け感のある紙に、えー、印刷がされていてですね、まあ、ちょっと向こうが透けるのでここなんかねあのいろいろ物に貼った時に透明感があってちょっと軽いのでまああの何かね えメッセージの下に何かがあるよっていうのがちゃんと見えるようにして貼っておけるっていうのがいいところですねという感じですなのでえこれねちょうどこのサンプルを送ってくれた袋にえアウトプラスのえ担当の方がですねメッセージを書いて貼ってくれてたんですけどあなるほどねっていう感じのわかりやすさがありましたということでまあ大きいのもいいですしねこの丸いのがね結構ね可愛くていいかなと思うんですけどそんなのもあるしあとこういうちっちゃいのもありますこれもね えっと、ちっちゃいタイプも透けているので、この状態でこ、こ、こ、こっち側がのりなので、あの、まあね、あの、回覧の書類とかね、そういうね、本とかに貼った時に、一応下に書いてある文字も読めるわけですね、ちょっと透けて読めるので、まあそういうふうな貼り方ができるんで、貼った下をね、あの全部隠さないっていうところは、まあちょっといいなというふうに思います。まあこんな感じでね、ちょっと透けてる、でもね、あのすごい透けてるわけではないんですね、ここにものがあるよっていう感じにはなります。 いう感じです。はい。で、青く付ける付箋ということですね。で、はい。で、10個目。10個目はですね、こちら。はい。お座り付箋ですね。お座り付箋はこんな感じです。はい。えっ、ー、と、みんな座ってます。ね。えっ、ー、と、こんな感じですね。カッパ、ジンベエザメ、そして猫、鳥、犬っていうね。 まあこんな感じなんですけれども、えー、これはどういうものかというと、2箇所こう、ねえー、と折り目がついていますよと。で折り目がかえ、まあ、これ折れてるわけで自分で折るんですけども、この折り線の間ですね、ここの部分だけのりがついてますというふうになっているので、貼るとどうなるかというと、こうなりますよというね、どんって、あ今、はい、えっ、ー、とー、ちょっと落っこちちゃった。はい。えっ、ー、とですね、まあ、こんな風になりますよと。よいしょ。はい、よっと。 ちゃんと貼ってなかったい。こんな感じです。はい、ドーンってね、こんな感じですね。まあ、あの、みんなね、あのー、こう、ちょっとね、腰掛けてる感じになるので、まあ、パソコンのディスプレイの上だったりとかですね、いろんなところにですね、ちょっと腰掛ける感じですね。で今、ちょっとね、あの、ちょうどいいものがなかったので、えー、ティッシュペーパーの箱に載ってますけれども、こんな感じでですね、こう、載せてあげることができますよということなんで、まあ、これで一言なんかっていうのができますというとこですね。なんで、まあ、 あのーまあ、デスクやなんかでね、置いてあるものの上にちょっと腰掛けさせて置いとくみたいなことができるんで、まあ、もちろんね、これ冷蔵庫、冷蔵庫ペットと同じような使い方も全然できるんですけれども、ほ、まあ、他にもね、いろんなところに座らせておくことができるんで、まあええかなと思います。特にまあこのお座りの感じでね、このね、鳥が座ってんのどうなのって思いますけどね、このね、足がなんか可愛いですよねっていうね、えー、ところです。カッパとかね うん、このね、まあ、犬猫はまあ、ねあのまあ、鉄板としてですね、こ,のまあ、ここで鳥とか入れてきたあたりとかねあのジンベエザメっていうのもなかなか悪くないなとは思います。ということで、ですね、まあ、こんな感じの、はい、付箋なので、まあ、こいつはねあの、まあ、使い方は分かりやすいですよね。いろんなところに立てといてあげてくださいっていう感じです。で、これで10個なんですけども、すいません、数え方が悪かったね。えー、さっき、冷蔵庫ペットに中身が仲間がいるって言ってましたけども、それがね、これです。 えー、レシピペッタとお買い物ペッタと献立ペッタがありますよということなんですけれども、これは何かと言いますと、まず献立ペッタ。えー、献立ペッタは、もう冷蔵庫に貼っといて、今週の献立とかを書いておくと。ね。もうなんかね、 あの、まあ、自分が当事者じゃないのであれですけども、やっぱりね、あの、結構特にね、あの、ご家族のいるお母さんとかね、あの、本当にあの、なんかね、献立てを決めるの大変っていうね、毎週それが大変みたいなことがあるそうなので、そういうのはここに書いておく。で、えー、思いついた時に書いておくっていうのもあれですし、あとは、ま、ね、過去に書いたものを再利用っていうのもあるみたいですけども、そんなのでね、えー、まあ、こうね、 今週の献立とかを書いておくっていうのが献立ペッタ。あとはね、ここら辺はね、全部冷蔵庫関係なんですよね。えー、お買い物ペッタですね。お買い物ペッタは、これもね、面白いのは冷蔵庫とかに貼っとくわけですね。で、えっ、ー、と、足りなくなったらチェック入れるんですね。なんで、まあ、シズニング、これはあのー、あれですね、砂糖塩、酢、醤油みたいなのな,なっていて、まあこういうですね、まああの、調味料関係、それから、えー、野菜。 で、あとは牛乳、卵、肉みたいな、よく使うやつっていうのになってるんですけれども、ここで、えまあね、毎日買いに行くんだったらいいんですけど、あの、ね、あれなんですけども、まあ、例えば、えまあ、そろそろね、えお塩とか砂糖買っとこうかしらっていうのは、今日の今日じゃなくてもいいけど、だいぶ減ってきたからそろそろ買っときましょうかとか、あと、人参や大根みたいな話っていうのは、まあね、あの、次のストックみたいな感じで考えるんだと、玉ねぎとかね、 まあ、あの、大体あの、一遍で全部使い切らないで残ってたりするじゃないですか。そ,そんなのを、まあね、管理するために、まあそろそろ玉ねぎ買っとくとっていうね、とりあえず冷蔵庫に玉ねぎがあれば何とかなるみたいなとこありますよね。まあそういうのを何とかするっていうね。あとはまあ卵とか肉とかね、そういうのがまあ足りなくなった。だから、こういうで書いといて、ここにチェックがいっぱい入ってきて、そろそろ買わなきゃなっていう時にビッて剥がしてですね、これをまあお財布に貼って出かけるというやつですね。まあそんな使い方。 それから、あとはレシピペタですね。これもあれですね。まあ、料理のレシピのところに、まあ、書くようなので、まあ、これは本当にね、えー、もうほとんどメモですけれども、えー、まあ、レシピのところを写して、まあ、どっかに貼っておくということで、レシピノートみたいなのを作ったりするのに便利だよということで、まあ、こんなものがありますということで。 はい。ということで、まあ、冷蔵庫関係のペットですね。まあ、これがまあ、冷蔵庫ペッタと一緒っていうことで,ですね、もうこれ1個にすると、まあ、ちょうど全部で10個になるということで、えーですね、10連発、いろいろとやってまいりましたが、ということでですね、まあ、あの、今回はもう1ブランドというかですね、えー、アオトプラスさんの1ブランドについてせ、ね、どんどん見せていきましたけれども、こんな風にね、いろんなアイデアのものを、えー、どんどん出しているメーカーもありますよ、ということで、 まあそういうういいいいのもね、えー、知っておくとととと面白いかなと思いますということで今回は10アイテム出ました。そして、えー、それぞれについてね、あのーまあ、色柄のラインナップをね結構いっぱい送っていただいたので、えーまああのーね、せっかくなので僕が、まあ、あとね僕は何かを書いて送るとかいうのも含めてですね皆さんにお送りしたいなと思います。えー、とチョイスとかはね基本的には、えー、僕は勝手に適当に えー、アソートしたりとかあの、ね、組み合わせたりとかしてセットにしたいなと思いますけれども、えーまあねえー、この辺興味がある方はですね、いつもの、えー、テキスト欄ですね、あの概要欄のところにありますリンクから、えー、コメント。 を書いてください。で、まぁ、あ、よかったらね、えアウトプラスさんに対する、まあコメントなんかも書いていただいたりとか、僕の番組に対するコメントとかも書いといていただけるとですね、えー、私としてはですね、え <laughs> 嬉しいので、励ましのおた、お便りとかお待ちしております。えー、プレゼントにしたいと思いますので、これね、いくつを何人にみたいなことをね、あんまり言うとめんどくさくなるので、とりあえず僕の方で勝手に判断しますということで、よかったら、えー、コメントどしどし応募ください。で、あ、あとね、 えっと、あれですけれども、告知ですけれども、今週の日曜日に、またね、ライブやりますということなので、日曜日の午後8時にライブをやっていきたいなと思います。ライブ放送でやりたいなと思いますというのと、最近ね、あのチャンネルメンバーシップ始めました。メンバーシップの方はね、結構ね、ライブをちょいちょいやります、やってます。それはあの ライブってかね、あのー、いつものライブ配信みたいにハイテンションでやるんじゃなくて、仕事してる間ずっとつけてたりとかしてですね、まあ僕の仕事のなんかね、をしているところをですね、あのー、まあ、なんかデスクの隣に座ってる感じですね、っていう感じで、えっと、僕のデスクが横から見えるぐらいの感じで、 え、そんなのをやったりとかですね。あとは、まあ、こういうところで紹介する前にですね、あの、荷物が届いたところの開封動画だったりとかですね。まあ、あの、裏方っていうかですね、えー、ここに登る前の情報みたいなことをですね、は、あの、配信してたりとかするんで、まあ、おまけと言ってもですね、あの、特に深い内容が必ずしもあるわけではないですけれども、そんな感じで、え、いろんな配信やっておりますので <laughs>、えっと、よかったらメンバーシップの方もですね、検討いただければと思います。ということで、えー、今日はお話でした。以上です。